ではまずは以上14時のラインナップでした。ではここからはキーワードランキングいきたいと思います。今日のキーワードランキングはこちらです。第1位が七五三、第2位が11、第3位が金星、第4位が流星。どうしました？あ、大丈夫ですか？あ、大丈夫ですか？あ、ごめんなさい。第5位が15、第6位がほにゃらら、第7位が朝焼け、第8位が、あそういうことですか？あ、第8位が日の出、第9位が夜明けとなっております。ん？答えが見えてたんですか？私見えてなかったです。気づいてない。あ、だから笑ってたんですね。え、何でしたっけ？見逃してしまいました。え、全然わからないです。スタッフさんがすごい笑われてて、なんか私の声が聞こえていなかったのかなって思ったんですが、あ、そういうことなんですね。まだまだそんな余裕はありません。悔しい。見れば答え正解できたんですが、ではまずは第1位の七五三のリポートから見ていきます。こちらの愛媛県では霜は降って降りていなかったということで、霜というキーワードと、暖か暖かをありえますかね。暖かくっていうのもありえるんですかね。チャット見たいなって誘惑が、なんだろう、どうして私気づかなかったんですかね。本当に知らないですよ。なんだろうな、霜はなかなか珍しいんじゃないかなと思うので、昨日よりも少し気温が暖かくなっているところ増えたということで、暖かくはいらないですかね。暖かは変かな。暖かいとかもありますよね。暖かで、暖かですよね。私もなんとなく直感でそんな気がしますので、暖かでお願いします。チャット見てもいいんですか？あ、ポヨンガですよね。でもこれはあのスタッフさんの、あ、今出してる方の中ので答えがあるということで、あ、じゃあ霜霜です。霜じゃけんといただいているので霜です。皆さんありがとうございます。では答え見ていきましょう。こちらです。危ない危ない。あ、皆さんありがとうございます。全然クイズでも何でもないですが当たりました。やった。では改めてキーワード振り返っていきましょう。そういうこともあるんですね。最初から目を光らせておくべきでした。ではここからは現在の今日のお天気を予報センターの山口さんに確認していきたいと思います。山口さん、よろしくお願いします。山口さんは先ほどのキーワードランキング答えが映ってるの気づきましたか？いや、私あの下見てたので。何も、あ、そうですよね、何も分からず。そういうこともあるんだなと、今日なんかごく稀にある。ありますか？ごくごく稀に、はい、そういうチャンスもあるんですね。なのでずっと見ておく。ずっと見ておく。そうです、そうです。なるほどです。そしてそういう時はチャットの皆さんがすごく支えになることが分かりました。ということで第6位に霜が入ったということで、今日霜が降りている地域、ところどころで
あったということですね。そうですね、今朝もね東北とか近畿中心に、まあ、今シーズン一番の冷え込みになったところね、ところどころありまして、はい、まあ、朝は寒かったんですけれども、うん、一方でね西日本などは昼間もう日差しが出てきて気温が上がってきているという状況ですね。はい。